埼玉県上里町にある神社で神職を務めるウクライナ出身の女性が平和を願うメッセージを書いた朱印を SNS に投稿しました。Stand with Ukraine、ウクライナと共に。梅林テチャナさんはウクライナの首都キエフの大学で日本語を学んでいるときに留学していた神職の正樹さんと知り合いました。その後、正樹さんと結婚し、今は上里町で夫婦で神職を務めています。ロシアの侵攻が始まった24日、テチャナさんはウクライナと共にと書かれた朱印を SNS に投稿しました。私は本当にショックを受けました。私も何かできないかなと思って、応援の気持ちを込めて、この御朱印を書いて SNS に投稿しました。テチャナさんは子どもを含めて市民が犠牲になっている祖国の現状を多くの人に知ってもらうために SNS に投稿したと話しています。